し、あと少しよ。国道を渡ってあの向こうの暗闇に飛び込んでしまえば人間たちには見えない。国道を渡ってしまえば。見逃してよ、今までいいことなんか何もなかったんだから。おい、あれ山入りか。やばいんじゃないか、大丈夫か。今だ。嫁の聞かない人間なんか怖くない。いたぞ。逃がすな。やめて。私めぐみです。清水武雄の娘です。都会へ行きたいの。だから私、早く殺してやろう。こいつ本当に四季なんだよな。当たり前だろう。人間だったらとっくに死んでるだろう。心配するな。俺はこの子の葬式に出てる。